皆さんこんにちは。底辺獣医学生のうなぎ、そして未来です。先週ね、留学の面接に行ってきて、やっと結果が来たので、その報告を今回 YouTube の方で緊急でね、動画を上げさせてもらいたいと思います。では早速結果の方に移らせていただきます。今回私獣医学生の留学は無事決定いたしました。いや、よかった。このために頑張ってきたので、一応ね、とりあえずまず第一段階を合格したということで、第一段階っていうのは留学に決定したということで、ちょっと一安心ですね。今までやってきたことが一応ね、無駄というまではいかなくても、一応形になって留学できることができてね、本当に良かったです。でも実際面接受けた結果、全然自分まだまだね、本当に英語の日常会話すらできないレベルのね、それで向こうの大学に行って英語で専門科目を学ぶとなると、本当に力が足りなくて、あっちに行っても無駄な時間を過ごす形になりそうなので、今から本当に気を引き締めて頑張っていこうって改めて思いました。そうですね、本当に日常会話ができないので、あっちに行って本当に授業についていけるか、コミュニケーションが取れるのかっていうところが問題になってるので、そこをなんとか必死に食らいついていこうと思って、これからもまたいろいろ Vlog で勉強動画を撮って自分のモチベーションを上げていきたいなと思ってます。そうですね、細かく情報をいろいろこれから開示していこうと思うんですけど、自分の留学は今後期の2学期の方に、2学期の時に留学するって形ですね。約9、10、11、12月の4ヶ月弱、4ヶ月あるかないかぐらいの形で今予定を組んでいただいてるんですけど、まあこれは今の状況、コロナ禍によっていろいろ変わるかもしれないっていうことがありますね。とりあえずまずは第一段階留学決まったので、あとは無事留学の派遣がこの状況下の中で行われることを祈るだけです。その行われるなら、その辺しっかり備えてこれから準備していきたいです。とりあえずね、一応自分のモチベーション的にもなんかどん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 ステップを見つけていかないといけないなと思って、今度6月に英検11級ですね。英検11級、これいろいろ公務員試験とかでも英検11級の試験で使えるので、これをとりあえず受けとこうかなと思って、今これに向けてひたすら勉強してるって感じです。英検11級は割と単語レベルが高くて、いろいろ苦戦してるって感じですね。リスニングもめちゃくちゃ苦手なので、これで総合的になんか英検できるっていう噂を聞いたので、とりあえず英検11級は持ってとりあえずね、行きたいなと思ってます。それで一応まだ日常会話が全然できないので、オンライン英会話とかも本当にやんなきゃいけないのかなと個人的に思っていて、もしおすすめの英会話とかあったら教えていただきたいなって思ってます。なんかね、レアジョブっていうのがいいのかなって、安くて学生的にもまだ手出しやすい英会話なのかなと個人的に思ってるんですけど、まあいろいろ教えていただけることがあったらコメント欄で教えていただきたいです。今回は本当にまず第一関門の面接あまりうまくできなかったんだけど、とりあえず自分がやってきたことを行きたいという理由も添えて言えたのかなって思ってますので、これからまた残り本当に何ヶ月ですかね、あと 3,4 ヶ月ぐらいしか準備期間がないので、それなのに獣医学知識もまだ全然まだまだなので、それを英語にするってなると本当に今頭がパンクしそうなんですけど、本当にこれからいろいろ覚悟を決めて頑張っていきたいと思います。これからも YouTube でいろいろ動画を撮っていって、無事留学できたら、その留学した獣医学生の様子などを 見せていけたらいいなと思ってるので、もしよかったらこれからも動画を見ていただいて、チャンネル登録などしていただけると嬉しいです。はい、これからも Vlog を頑張っていきたいと思いますので、少しだけ応援よろしくお願いします。とりあえずご報告でした。ありがとうございます。